もみくちゃ確定、首都圏私鉄の地獄路線5線。第5位、西武新宿線下落合から高田馬場、混雑率 164%。 下落合は 1K 家賃相場が 7.1 万円とぐっと下がるおすすめエリアなんですけど、超地獄路線で、ただね、一駅で山手線が通る高田馬場駅なので、頑張って我慢してください。第4位、京王線下高井戸から明大前、混雑率 167%。 下高井戸も家賃相場がぐっと下がる駅で、なおかつ駅前も路地の幅が超狭い商店街があるので、最高にね、住みやすいんですけど、混みすぎて朝から汗かくこと確定で。第3位、つくばエクスプレス青井から北千住、混雑率 171%。 駅前には声優があり、結構人気なバラの公園とかもあったりするんですけど、まあフレックス出勤の方にはいいんじゃないですか。第2位は東急目黒線、目黒から不動前駅の間なんですよ。混雑率 178%。 不動前駅は近くに約400店舗が1キロ以上にわたって立ち並ぶ戸越銀座商店街があり、近くに大学がある影響で一人暮らしの物件がたくさん立ち並ぶ超混雑駅で、ただね、不動前駅は武蔵小杉や新横浜方面はまあ空いてますし、目黒や五反田は歩いていけるので、そのような方にはベストだと思います。来ました、第1位、東急田園都市線三軒茶屋から渋谷、混雑率 183%。 まあね、熱気に包まれてます。しかも渋谷で乗り降りがドバッと起きるので、これぞ首都圏の通勤路線だという感じです。とはいえ、駅周辺にはスーパーから三角地帯と呼ばれるディープな飲み屋街、高温度サウナ付き大衆浴場などがあるので、満員電車余裕だというマッチョなサラリーマンはぜひ住んでみてください。そして、現在会員数1万人以上いるめちゃ得は、飛行機がどこでも15,000円、そして新幹線が1万円引きという、なんかめちゃめちゃ安いんですけど、からくりとしては従業員がおらず仕入れた原価で提供できてるので、こんだけ安くできてるわけですよ。なので年に1回以上旅行やビジネスで新幹線や飛行機を使われる方は絶対使った方がいいです。現在2ヶ月無料キャンペーン中なんで、詳しくは概要欄かホーム画面の URL から動画お申し込みしてみてくださいませ。お待ちしております。